こんにちは。ロンロンと申します。ゆっくりの動画作成は初めてですが、よろしくお願いチュムズ。カンガー。なにこれ。気を取り直して、今回は新イベントの、お子様ランチでオーマイユミエール、で手に入る武器や召喚石をご紹介します。イベントの内容はあまり触れませんが、新規絵が豊富で普段より面白かったです。途中トリコを連想して笑いました。ああ、それと時間ある方がいれば、蜂蜜を茹でると笑えますよ。では今回のイベント武器はこちら、女王の人差しさんです。今いかがわしいものを想像した方。直ちにクリアオールを受けてください。土属性の探検で、主人公のみですがメインに装備することで、敵が毒状態の時に追加ダメージが発生します。しかし約 5% という、アスリートの体脂肪並みの低さです。このスキルはおまけと考えた方がいいでしょう。本名はロイヤルアフェクションというスキル。豪華なくしゃみみたいな名前ですが、なんとアンノーン光人です。つまり土属性のアンノーン武器を、持っていない初心者は、死ぬ気で3突1本取りましょう。すでにアンノーンがある方や、土属性の探検を持っている方は、容赦なくスキル餌にして問題ないです。いただきます。続いて召喚石の、ユミエールグルメについてです。これは加工にしましょう。え、だってこんなに可愛いんだよ。可愛い。シャルロッテのこの笑顔だけで十分じゃないか。私にはエレメント化することはできない。現代の踏み絵ですか。守りたいこの笑顔。まあ茶番はここまでとして。真面目な話をすると、リーダー召喚石には向かないが、サブ召喚石としてはかなり強い部類だ。召喚効果はランダムで3種類の中から1つが発動する。まず1つ目、味方全体に3ターンの再生効果を付与。1ターンに800回復。3ターン合計でなんと2400回復もする。グランデさんも涙目の回復量だ。次に2つ目、味方全体に幻影効果だ。しかも攻撃を受けるまで消えないという破格の性能。お次はガルーダさんの仕事を奪いに来た。最後の3つ目、3ターンの間、味方全体の防御力アップだ。効果量は検証待ちだが、外れ枠だと思う。再生と幻影ですでに十分強いしな。イベントの召喚石としては、かなり優秀だと思われる。サブ召喚石が揃っていない人は、ぜひ3突1個は集めよう。鑑賞用としてもおすすめだ。え、シャルロッテは可愛くないって。血祭りにあげてやる。ここがお前の死に場所だ。シャルロッテは可愛いよね。まあそんな感じで、武器も召喚石も強いので、皆さん頑張ってください。私はというと、シャルロッテの好きな料理がわからず、苦戦しています。おとなしく私のソーセ。おっと勘違いしてもらっては困る。何勘違いしているんだ。シャルロッテは見た目は子供だが、れっきとした24歳の大人である。人は見た目で判断しちゃいかんね。はい。そんな話をしていると、シャルロッテがお腹が空いたと言ってきたので、今日はこの辺で終了します。ご視聴ありがとうございます。何これ。